ちょっと若原先生本人にですね聞いてみようと思いますね。さまざまな方に教わったが、海塾長屋校で一番分かりやすいのは詩だと思う。フォンクルス、フォンクルクスギン族ホル、フォンクル。では始まりました、アマチュアチャンネルです。今回はですね、河合塾ウィキに書いてあること正しいのっていうのですね。若原先生がタダ読みに加入したんですけども、その若原先生にねついて書いてあるのもあるので、それが果たして合ってるのかっていうのをねちょっと本人に聞こうと思いますね。まあ僕がね前にやったやつ、ウィキペディアに書いてあることと東進ウィキに書いてることは合ってるのかみたいな感じでね検証したやつですね。まあ身長は全然合ってなかったりとかね、したんですけども、でそれの河合塾バージョンですね。まあ自分のはね昔は載ってたんですけど、そのこれも言ったよね、前載ってたけど誰かどうやってやるのか知らんけど消されたっていうね。あと受講者の人が書いてくれてたんですけど、すごいいいこといっぱい、あのね、すごいいいこといっぱい書いてくれてたんだけどね。あ、本当に受講者しか知らないことが書いてあったね。あ、もうこれ絶対浪人生のクラスのやつじゃないと分かりえないこと書いてあるって思ったんですけど、だそういうのがね、若原先生のやつにもあるので、ちょっと若原先生本人にですね、聞いてみようと思いますね。合ってるんでしょうか。まあ結構違うこともあるって言ってたから、宋先生も全然違うって言ってたし、書かれてることが、長島先生も言ってた。全然違うんですけど書かれてるって言って、そうだから噂っていうのはすごいなって思いますよね。さあ若原先生は一体どうなのか聞いてみたいと思います。もしもし。あ、もしもし、どうも、こんにちは。こんにちは、若原です。こんにちは、若原です。あれって決まりフレーズなんですか、ちなみに。あれはそうですね、今決まりフレーズに聞きました。ちょっと若原先生、今日聞きたいことがあるんですけど。はいはいはい、はい、ですね、河合塾ウィキあるじゃないですか、はい、コメント欄に貼られてたんですけど、若原先生のやつが、はい、あ、ねえ、皆さんありがとうございます、その貼ってもらって、もうね、はい、それ正しいのかちょっと聞きたいなと思って。お、はい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 、合ってるのかっていうのをちょっとね、これは合ってる、これは間違ってるとか、これはちょっと誇張されてるみたいなね、あったら言ってもらおうかなと思ってるんですけど。あ、わかりました、はい、まず最初に書いてあるのが、はい、名古屋市立大学薬学部出身、はい、これ合ってますよね、はい、これ合ってますね、はい、三重県の高田高校出身。あ、そうなんですよ、ただ高田ですね。あ、高田なんですね。高田、はい、あ、高田はあっちになっちゃいますね、はい、そうですね、あの、あっちのね、ジャパネット、あの、そうなんですね、ジャパネットとか、あと何ですか、はい、学歴をいじるね。え、学歴いじる、あ、知らない。え、何ですか、若手 TV は知らなかったということで、あらあら、そういうのがあるんですね。 Google で検索してください。あ、しなくていいです。あ、ました。次、はっきり言って神である、神なんですか、神なんですかね。いやね、ペーパーなんでしょうね、多分。いや、このウィキちょっと分かんないですけど、事実と意見が合体してますね、うん、もうちょっとこちらもだいぶ含めてると思うんですけど、共通テストの英語の問題みたいです。あ、そうです、意見と事実を分けないといけないんですよ。あ、じゃあ結構新しい感じですね。じゃあこれ河合塾コスモにも出向。あ、はいはい、してます。え、はい、なんですか、すセイントセイヤですか、河合塾コスモ。そうなんですよ、セイントセイヤなんですよ、僕。燃えるコスモですか。燃えるコスモで、はい。え、これ何ですか、河合塾コスモって。あ、河合塾コスモって学校を中退してしまった子とか、あの、お子たちのためのそういうね場所がありまして。そうなんですね、雰囲気すごいいいですよ、あと高い雰囲気で、あの校舎のねスタッフの方も優しくて、とにかくフレンドリーで熱くて分かりやすい。本当ですか？そうですね、もうこれはまさにそうだと思います。分かりやすいかどうか置いといて、はい、まあ、フレンドリーさはあるのかなって、はい、これは遊びと言いつつ電子論に軽く触れることも。そうそうそう、電子のね、やっぱ科学は学問だよって言ってるので、あ、ちょっとまあ、はい、難しい内容ではあるとは思うんですけど、少し電子論には、まあ、織り交ぜようとはしてますね。なんかこれは遊びってちょっとやらしい響きですけど。そうなんですよ、やらしくないです全然。遊び程度にね、でも遊び感覚で難しいものをね難しく分かってもそれって大変なだけだと思うんで、まあ遊び程度に軽い気持ちで捉えてもらったらええよっていう意味合いかな、はい、受験ではそんな出ないかもね、だけどそうですね、はい、頻度は低いけどっていう、はい、なるほど。
ふざけてるように見えて体型からされた解き方はかなり秀逸そうですね、ふざけてるつもりはないんですけどねおかしいな体型化されてるんですね。なるほど、体型化してますね、してるんですからね。なるほどありがとうございます。さまざまな方に教わったが、川塾長屋校で一番分かりやすいのは詩だと思う。おそれは嬉しいですね。本当ですか。意見です ね、でもね、これね完全にこれね主観が入ってますね。一人一人二人じゃないですか、ね、これ何でも書けるんですね、ここって感想も事実も、ね、でもこの後もう悪いコメントいっぱい入るかもしれないですねウィキペディアだとダメですよね、これね、意見なんかそうですね、一人意見になっちゃうとねいつも喉を壊しているため、ああガラガラ声、水分補給をこまめに取り口にはアメちゃんが入っている。そうなんですよ。こうちょっと雨食べながら授業結構やる。そんなんできるんですね。喉グワッとかなっちゃわないですか、入っちゃって。そうなんですよ。うまいこと入らないように飛ばないようにをこう調整しながらですね、できるように。一回政治家かなんかが叩かれてたじゃないですか、はい、雨食べながらって言って、はいはいはい、あの時本当に危機を覚えましたね。これ あかん行為なんやと思って。雨ちゃんってもう関西なのね。関西ですね。また暑がりのため、iPhone という小型扇風機を持ち、日本の小型扇風機ブームの火付け役と噂される。火付け役だったんですか。そうですね、あの女子高生より全然僕の早かったですから、ね、なるほど、これに関しては間違いないと思います。暑がりですね、理系チャンネル2人とも暑がりって、ね、あ、そうなんですよ、僕らも設定温度19度ですからね、あのスタジオの僕はあったかしてるんです、はい、すいません毎年1回マイクを破壊している。本当ですか。そうですね、あの紐がね、マイクの紐が短い時結構なくないですか、はい、それでマイクの紐ってこと、あ、なんかね、こうね、ちょっとはしゃいでしまってこうプンとこう、ね、あ、はいはい、つないでいるこの、何ですか、このピンマイクの、ね、そのところをね、はい、そうなんです、こうなんかね、危ないこう引っ張り方をしてしまう時があるんかなと思います。年1回ですか。ね、年1回で済んだらいいんですけどね、なるべく今最近はもったいないんでね。僕1回だけやったことありますけど。あ、本当ですか。本体ですか。いや、本体じゃないと、なんか階段の手すりみたいなところに絡まって移動してたら、そのままズバッってなんか切れちゃいました。それはもう損害賠償を線が切れちゃってるとか。線ですね、あの本体ではないと信じてはいますね。信じて、はい、線が切れちゃうんですか。まあ、切れる手前ぐらいまで行くんですかね。バチバチって音がね、なっちゃって、バチバチって音、うん、なるほど、衝撃的なね、はい、うん、なるほど、はい、じゃあ結構動くってことですね、はい、僕ね、動いてるみたいなんですよ、左右に結構動いて授業やってるみたいで、うーん、そうなんですね、落ち着きがないんでしょうねなるほど。お気に入りの服は大小さまざまな白黒の水玉シャツ。ああ、そうですね、そうなんですよ、僕好きなんですよ、水玉が本当は。なるほど、水玉がこれから見れるかもしれないですね、はい、そうなんですよ、ちょっとまだ隠してますけどね。今は指にプラスチックの装置をはめ込んでいる。どういうことですか。これ多分去年ですね、去年あの野球やってましてね、はい、野球でグローブでこうボールを取ってるつもりだったんですけど、はい、あの人差し指で、なるほど、ボールを取ってしまいまして、月指というかな、土指とかいうのがあるらしくて、はいはい、指の先がこうちょっと曲がってたんですよ、ずっと。あ、だからどうやら曲がりっぱなしになってるらしい、ね、そう、あ、本当そう、そうです、まさにそうですね。なんで僕去年は真ん中の指と親指でチョーク持ってましたからね、人差し指を使わずにチョークを持ってました。プラスチックが人差し指についてたってことですね。あ、そうです、そうです、プラスチックの鉄板入ったやつですね、はい、はい、つけてましたね、去年自己完結のプロ、受けると思って言ったことが受けないと自分で笑って解決し、必ず最後にオーンって書いてありますけど、おー、そう、いや、もう多分ね、なかなか受けてないんでしょうね。オンってなんですか、ね、荻野先生ですか、数学の。いやね、接点のあれですね。オンですか。僕なんかよう言われるんですけどね、語尾にオン言ってるらしくて、自分では全然言ってないんですけどね。言ってない、うん、そうね、オーンって言うんですね、まあ、締めのオーンは多分言ってないと思ってたんですけど、うーん、教室に入ると毎回決まって、暑いな、エアコンの温度何度、下のボタンを押してとおっしゃるって感じですけどこれは正解でしょうね。生徒が押すんですか、ほら下の。あの、ちょっとね、今日大きい教室だと、はい、クーラーまでの距離が遠いじゃないですか、はい、なんであのクーラー役の方がもう決まってまして、大体あの生徒クーラー周りに、そうなんですよ、座る方が決まってるので、その子にこうね、目配せをすると大体押してくれるようになってますね、今。なるほど、はい、そうなんですね。
そういうシステム作りを、はい、してます。関東の大きいとこ大体教務に連絡しますけどね。あれなんですね、教務でも全部一括で帰ってくれるんですね。やってることが多いと思うんですね。本郷とかも置き場もそうですね、いつもなんか電話でやってます。カラオケみたいな、あのなんかあれですか、電話の電話機能ね、ありますよね。最後にいつも僕あのウーロンハイでって言って切りますそれは2杯ぐらい来るんですか、ウーロンハイ来ないですよね、来ないですよね、まあ、いつも僕はエアコンの温度上げてくださいです、大体かけるときは。そちらの先生、はい、そちら派なんですね。そちら派です。あら僕下げる派ですで、はい、こんにちは、今日もみんな元気やね、おーなーって僕はいつも言ってる。それではプリントをぐいっと見ていきましょう。フォンクルスフォンクルクス銀属ホル、フォンクルクス水金属、フォンクルクス水金属以下無限ループって書いてますけど、どういうことですかこれ。あ、フォンクルクスは10個ですね、1の10で出てきますんで。あ、そうなんですね、そこが出てきたら分かると。もうこれだということで多分、ね、なるかと、はい、思います。プリントをグイッと見ていきましょうってどういうことですか。取るんですね、そういうことをね。グイッと引っ張るんですか。それだからビール飲むみたいなグイッとですか。何ですか。いやもうなんでしょうね、窃盗語みたいな状況ですよね。窃盗語言葉と言葉の間にグイッとは結構入るんですかね。なんかバッチリとかどういう意味ですか。あ、そうですね、しっかりバッチリ、しっかり、うん、三重の方言でもないんですけどね、言うてますね、確かにグイッとグイッと言うてますね僕。なあは、うん、でしょうみたいなことですか。なあそうですね、でしょう、ごそうですね、なっていうのを多分言ってるんだと思いますね。 なるほど、うん、ちっちゃく、って僕はいつも言ってるってなんですか。はい、あ、言ってますわ、いつも言ってるって言ってます僕。あ、これをこう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 でいつも言ってるって、あ、言ってますわ、あ、よー、やっぱ生徒ってすごいですね。髪型は前ストレート後ろくるくるって感じそうですね、もう見たままの、そうですね、前ストレートで後ろくるくるですねそれはあのやっぱシェフを意識して、はいはい、そうですね、シェフ意識してる時は本当に茶髪でしたからね、もうほぼほぼシェフと一緒の髪型でしたね。なるほど、そうですね、シェフがもしかしてこっちを見てる。あ、なるほどね、もう本当にシェフですかね、うん、今ねこれ画面にこうね映しましたけど本当にそうなんですよ。なるほど、じゃあまあ基本結構、はい、あってはいると。あ、これで全部ですか。結構そうですね。なかなかね、的を的を得てる、ね、出てるというかビシビシと来てますね。結構すごいな、よう見られてますね。意見と事実は混ざってはいますけどそうですね、はい、ありがたい意見も、すいません、ありがとうございます。いよいよですね、月曜日から分かる先生の授業。あ、そうですね、明日です、ね、ついにね、はい。じゃあわざわざお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございました、すいません、はい、どうもどうも、ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございました。はい、失礼します。ということですね、まあ結構事実と意見がまあ混ざってはいるんですが、基本は本当だったということです。8月3日19時からただいまの方では授業が開始されますから、そうですね、この神の授業をですね、ぜひ見ていただければいいんじゃないでしょうかなと思いますね。はい、ということで今回はですね、若原先生に河合塾ウィキに書いてあることは本当なのかっていうのを聞いてみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.